おそ松さんのへそくり。おはにちばんは、たかまるかまるです。さあ、今回はこちら、210匹おしばいちゃんマジアバ編、やっていきたいと思います。とりあえず、チームはこんな感じね。まあ、こんな感じになるんだけど、1列目。おそ松の覚醒動物パジャマ。敵を吹っ飛ばす力がちょっと高い。攻撃力がちょっと高い。カラマツの松犬。移動速度がそこそこ速い。HP と攻撃力がすっごく高い。チョロマツの一匹の松犬。特定のキャラの能力をアップさせる。バトルで奪うへそくりがちょっとアップする。攻撃力と HP がすっごく高い。チーム内のチョロマツの攻撃力、HP がそこそこアップする。1マツの松犬。14マツの覚醒動物パジャマ。2列目、トドマツの覚醒動物パジャマ。カラマツの死神。敵に攻撃がヒットすると稀に一撃で倒すことができる。攻撃力と HP がそこそこ高い。と、こんな感じか。で、チョロマツの覚醒動物パジャマ。1マツの覚醒動物パジャマ。で、トドマツの星さんの動物パジャマ。HP がちょっと高いが、攻撃力が少し低いと。まあ、こんな感じかな。この松犬の特性結構優秀なんだよね。移動速度がそこそこ速い。HP と攻撃力がすっごく高い。これカラマツと1マツ採用してんだけど、まあカラマツの HP の高さで1マツの攻撃力の高さを底上げする。で、しかも2人の足の遅さをこのそこそこ速いでカバーするっていうね。これ結構強いと思うんだよね。あと、カラマツの死神。稀に一撃倒すことができる。カラマツって HP 高いからなかなかやられにくいのよ。で、運が良ければ一撃の必殺スキルが発動すればいいなって、そんな感じなんだよね。アトラクションはこんな感じかな。地上タイプの攻撃力がそこそこ増えるやつ2つと、トドマツの攻撃力がそこそこ増える。まあこんな感じでマジアバ編やっていきたいと思います。さあやっていこう。相手も AP 最高強くなる。オートモードはザ・ニートとニート法。まあ出せとから出すか。ちょっと一末とかも出しとくか。早めにね。なんか珍しいよな、戦闘にカラマツがいるって。ああやべえ、チョロマツがやられた。松犬チョロマツ、うわメガニート発動。さあカラマツは頑張ってるよ。メガニート発動。あ、上限までいった。ちょっとおそ松出すのやめるか。とりあえず地上はカラマツぐらいか出すのは。すげえごちゃごちゃしてんな。あー、空中が結構ね楽だな。それは耐久タイプそんないらなかったな。結構今回ボスがいるってことなんだけど、ボス誰だ。ここでザ・ニート発動。
なんか大音かデカパンっぽいんだよなボス。あ、おそ松出しちゃった。もうこれちょっと進まなかったらちょっとチーム変えよう。これじわじわ行き過ぎだ。あー無理だな、ちょっとチーム変えます。さあやっていくぞ。アイテムは AP 最高、強くなるオートモールはザニットとニート法で、変更したのがおそ松と十四松の覚醒動物パジャマをそれぞれ死神に変えて、あとアトラクションはトドマツの攻撃が上がるやつを外して、一松の攻撃力が上がるやつは入れました。まあこんな感じ。どうだ。はあ、メガニート砲、まあこれはいいとして、まあまずチョロマツで空中のダイオンを始末して、まあそこはいいんだよ。さあ地上はどうだ。十四松が一松、ほんといいな。松犬の一松がオス松よりも速いんだもんな、足の速さ。上限マンでいった。まあ、とりあえずこっからカラマツと十四松を生み出すって感じかな。でも死神が3体いて必殺スキルが全然出ないってのもどうかと思うけどね。まあ始まったばっかりだけど、1、2回は出てほしいもんなんだよな。空中はまあ大丈夫でしょう。加速ザニート発動。止まった。あーバラマツ、ジュジュトロマツ、無敗と動物パジャマのトドマツが残ってくれてんな。壁が厚いとね、トドマツも攻撃しやすくなるってもんだな。動物パジャマの、覚醒動物パジャマの一松はまあいいか、もう。足遅いし。それだったら地上の一松出した方がいいわ。上限まで行った。ほんと本格的にここからはもう、唐松、十四松を中心にって感じかな。やっぱ松犬の一松は足が速い分あれだね。通常のトド松と同じぐらいの足の速さか。それはいいね。じゃあ対空タイプのトド松よりも足が速いのか、この一松は。うん、若干速いね。いいねいいね。でアトラクションもあるわけだから、トド松よりも一松を出した方がいいのかな。攻撃高い。どうなんだろうな。アトラクション持ちの一松の高さ、攻撃力と何もなしのトド松の攻撃力ってどうなんだろう。どっちの方が高いのかな。よし。
かなな、覚醒動物パジャマはな、敵を吹っ飛ばす力が高いんだもんな。吹っ飛ばす力もある。それもなんかチャイナ服とか覚醒動物パジャマとかあるけど、そこそこ高いやついたっけ、吹っ飛ばす力。もう覚えてない。あ、しまった、覚醒動物パジャマの一末出しちゃってるな。足遅いもんな。空中は大丈夫でしょ。ああ、ああ、お疲れーすって。一発はもう大丈夫か。十発。早いな。やっぱ地上の十始末にした方がいいな。カラマツ十始末。ここでザ・ニート発動。ほんと必殺スキル出ねー。おーしよし、2列目はもうカナマツと動物パジャマのトドマツだけでいっか。で1列目もカナマツと十四松で時折一松って感じかな。出撃ミスしないように気をつけないと。よしよしよし、さっきよりもだいぶ進みが早い気がする。やっぱあれだ、一末のアトラクション入れるのもでかいな。もう少しでザニートも発動するし、よしザニート発動。平気か。よしよし。次のザニートで敵陣地攻撃したいな。壁大丈夫か。よしよしよし。やっぱいいね、松犬のカラマツ。足が速くて合流しやすい。ステップアップの松犬今やってんだけど、どうなのかな。持ってんのがカラマツ、チョロマツ、いきます。よっしゃ、攻撃できた。
十四松とかも欲しいけどな、2分の1で出るとは思えないかな、6分の1か、2分の1で持ってないキャラクターで言うとは言いにくいからな。なんか覚醒動物パジャマの1末出しちゃったけど、まあまあいいでしょう。こんなに結構削れんな、やっぱり。よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケー、これは勝ちだ。さっきまでの苦戦が嘘のように。よっしゃー、疲れたよー。タイムは？あー、9分33秒。まあ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 、いいでしょう。はい、というわけで今回このチームでクリアすることができました。やっぱりカラマツとジューシーマツの存在がでかかったね、今回は。壁として。まあ、攻撃でこの松犬の一松、かなり優秀だな、移動速度が速いと。まあ、トドマツもね、攻撃してくれてるからね。これは今回いいんじゃないかな。アトラクションもね、一松の攻撃が上がるやつ。これでもう結構楽になったからね。始めると比べると。よっしゃー。なんか疲れたな今回はこの辺で終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。